Are you done yet? 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 はい、今日は Are you done yet? でございます。もう終わったの?とか、もう終わりましたか?って言いたい時のフレーズです。で、日本人的にはそんなに馴染みがないんですけども、ネイティブは結構好んで使ってくるフレーズなので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、発音としてもそんなに難しくなくて、この4つの単語を普通に言えばいいだけなので、Are you done yet? っていう感じで言えばいいだけなので、簡単だと思います。Are you done yet? Are you done yet? 特に、done と yet のつながるところが、にゃみたいな感じになるところが特徴的かなと思います。Are you done yet? Are you done yet?で実際の音を黄色で出してますけども、はい、こんな感じの音だと思います。では、一度今回の音声を続けて確認してみてください。スローバージョンも入れてますので、特にこのニャっていう感じを掴んでみてください。どうぞ。Are you done yet? Are you done yet? Are you done yet? Are you done yet?Are you done yet? Are 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 you done yet? で、やはりこう日本人的にはこの done っていうのが引っかかると思うんですね。done っていうのは do の過去分詞形とか。だと思うんですけども、まあ、私は文法はすごく苦手なのであまり語りたくはないんですけども、過去分詞じゃねえかと、なんで Are you done みたいなことになるんだみたいな質問をしてくる人は絶対いるとは思うんですけども、そんなこと知るかって話でよくわかんないんですけども、多分ですね、これは形容詞的な役割なのかなと思います。はい、私の口から形容詞的な用法みたいなことはすごく信憑性がないんですけども、終わっているとか完了しているみたいなニュアンスをこの段が持ってるので、そういうことかなと思うんですけども、ちゃんとした文法として捉えたい人はそういうところに詳しい方の解説があるサイトとか本とかを確認されることをお勧めします。でやはり大事なのはこの Are you done yet? っていうこの音の響き、音の塊を覚えることで、もう終わったんですかっていう意味として捉える、そちらの方を最優先して押さえておくことが大事だと思ってます。であと yet っていうのはまだとかもうっていう感じで付け足される言葉だと思うんですけども、この yet がないバージョンでもよく使われるので、 Are you done? とか Are we done? みたいな感じでも普通に使われるので、覚えやすくて使い勝手がいいフレーズなので、ぜひ使っていただきたいなと思ってます。では最後字幕なしで流しますので、しっかりと掴んで、自分のものにしていただきたいなと思います。喋れる人は一緒に喋ってみてください。どうぞ。Are you done yet? Are you done yet? Are you done yet?Are you done yet? Are 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 you done yet? 今回みたいなフレーズっていうのはまだまだたくさんあります。ネイティブはすごく頻繁に使っているのに、我々が学校で習わなかったような表現っていうのは本当にたくさんありますので、これからもご紹介していきたいと思います。では今日はこれで終了したいと思います。ありがとうございました。Are you done yet?